第424条の3、債務者がした既存の債務についての担保の供与または債務の消滅に関する行為について、債権者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、差外行為取消請求をすることができる。1、その行為が債務者が支払い不能、債務者が支払い能力を欠くためにその債務の内弁債期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。事項第1号において同じの時に行われたものであること。2、その行為が債務者と受益者とが通報して他の債権者を害する意図を持って行われたものであること。2、前項に規定する行為が債務者の義務に触せず、またはその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は同項の規定にかかわらずその行為について差外行為取消請求をすることができる。1、その行為が債務者が支払い不能になる前30日以内に行われたものであること。2、その行為が債務者と受益者とが通報して他の債権者を害する意図を持って行われたものであること。債務者が複数の債務を負っているとします。債務者のした弁済や抵当権の設定等を取り消せることがあります。この条文には2つの方法が規定されていますが、債務者と受益者とが通報して他の債権者を害する意図を持って行われたものであることという共通の要件があります。それでは1つ目の解説をします。債務者が支払い不能であるときに弁済担保提供をした場合、その行為を取り消すことができます。2つ目は、担保提供義務がないのに担保を提供したり、弁済期にないのに弁済した場合で、その後に支払い不能になるとします。この場合、支払い不能になった時から30日前までにあった差外行為を取り消すことができます。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。